とうことんとこいとうとうアシスタントのくちゃんです。いつもご視聴ありがとうございます。今日は11月の6日日曜日になりますよ。今日も朝からやっていきますよ。ロザリアンあるあるイエーイ。バラ庭にバラのイルミネーションを飾り付けたことがあるある。皆さんありませんか、バラ庭にバラのイルミネーション。はい、とこさんは毎年クリスマスイルミネーション飾り付けますけども、今回はバラのイルミネーションメインにつけていこうと思いますよ。こちらこんな感じですね。はい、こんな感じのバラのイルミネーションです。UI 玩具さんというとこから購入したものなんですけども、なかなか綺麗なバラのリースですね。こちらをこんな感じでね、変形させて、うわーっと駐車場のカーポートにつけていこうと思いますよ。はい、なかなか多分迫力あると思いますのでね、頑張って取り付けていこうと思います。本日も最後までご視聴よろしくお願いいたします。よいしょっと、よろしくお願いします。もうすっかり夜になっちゃったね、くーちゃん。とこさんよく頑張ったね。はい。なんとかバラのイルミネーションつきましたので、皆さんに今からご覧いただこうと思います。ではでは、よろしくお願いいたします。
はい、本日の動画いかがだったでしょうか。バラのイルミネーションなんとか綺麗につけることができましたよ。もうすっかり夜遅くなってしまいましたけども、はい、もうちょっと男さんクタクタですけども、なんとか成果が出てよかったです。ではでは、本日も最後までご視聴ありがとうございました。ありがとね、また見てね。うわー、目が、はい、これが分かった方は外のジブリ好き